それであれ聞いたの。やっぱね、清原とね、うん、桑田がね、はい、あのドラフトの時、うん、清原泣いたじゃん。はい。ほいで、あの、桑田は社会人行くとか言ってたのは、早稲田行くとか。早稲田と、パッと入ったの。で、清原は巨人か最悪阪神だって言ってたの。はい。ほいで、パッと桑田入った。それ以来ずっと口聞いてなかったんだって。それ以来、うん、顔も合わせないし。それで、あの、西武と巨人のあれの時に、うん、西武は日本シリーズ勝ってたの、ね。勝ちました、ね。泣いてましたね、一番。守備、守備位置ついてね。だって、桑田対清原って日本シリーズ5割7分で打ってんだよ。そうなってんの ?3 本は。そんな、打ち込んでるわけだ、清原の方が、うんうん。だから、したら、あの、村田ってキャッチャーが、うん、で、今日はバッター出すけ、うん。で、村田が桑田にサイン出すけど、桑田が首振ってストレートって言うんだって。こうしたら、うん、あの、ストレートで、うん、桑田勝負したいんだって。清原もストレート来いって言ってやって、うん、したら村田が、清原勘弁してくれよって言ったんだって。うん、もう、ストレート来るから、うん、お前打つだろって。打つだろ。もう清原勘弁してくれ、うん。あいつストレート投げんだよって投げたら、うん、バックスクリーンに入れて。やっぱピッチャーは負けられないですからね。どうだ今日のもう涙あり。涙あり。騒動の。盛りだくさんじゃないか。はい、あと、ここでなんかストリッパーで戻ってくるんだ。もう全部入っちゃったよ、全要素が。涙あり、笑いあり。盛りだくさんだよ。